皆さん、今日も一日お楽しみ様でした。もうこのお楽しみ様でした。どうですか？流行ってきてるでしょう。ね。最初お疲れ様でしたって言ってたんですけども、やっぱり言葉、クレドって大事で、お楽しみ様でしたって入るのと、お疲れ様でしたって入るのと、やっぱり違うねんね。これね。メールとか LINE とか打つんやけども、やっぱりお楽しみ様でしたって打つようになってからいいんですよ。これ。でも、些細な言葉で、ちょっと一般的ではないかも分からへんけども、やっぱりこの世は言葉で作っているわけやから、その言葉にこだわって元気を出すのがクレドで、長官原田じゃないですか。だからぜひ、お楽しみ様でしたも、まあ、クレドではないんですけども、まあ、クレドかな。皆様のね、長官勇敢からも普通に使える習慣としてですね、広めてください。効果的です。保証しますのでね、一緒にやりましょう。さあ今日のクレドは成長の3原則でしたね。今まで部分部分で学んできたこと、時を守る、場を清める。場を清めるは2つやったね。物理的スタミナがないと、人として集団場に立った時に周りの人が元気になるように、そういう関わりをしてくださいねっていうことと、礼を正す、礼儀作法ということでした。時を守る、場を清める、礼を正す、この3つですね。とても学校が荒れていた中学校の話いつもしますけども、35歳から42歳まで勤めたね、大阪の西成区と阿倍野区にある中学校はね、当時いろいろな問題を抱えていましたね。でやっぱり学校に決まって、偵察というか、挨拶に行きますと、もうまず、びっくりするのは落書きあんねんね。で、ガラス、割れてると。それから廊下、階段、やっぱり、ゴミ、ガムとか、唾とか。で教室覗くと彫刻刀で掘ったら、彫刻刀で穴が、ほんであのエッチな3文字いっぱい書いてある。これこれこれ、わかります？だからね、やっぱりね、ものすごいねゴミがあってね、臭みがねあるんですね。でおトイレね、あの臭いです、臭いです。やっぱりトイレ掃除やっぱり嫌がってしまうんですね。それであの子供たちの様子見たら、全校集会と朝金婚観婚ってなってもね、遅刻100人とかなるんですよ。皆さん金婚観婚で100人ぐらい来るんです。でそれ先生方がね止めれないの、もう突破されない、わーって。時を守る、時間厳守、これ全くできてない。これでやっぱり問題は、職員会議時間通り始まれ、大人、それから授業参観保護者時間通り集まれ。だからやっぱり時を守る、子供も大人も、メンバー教職員もこれ守れ。でスタミ、ゴミ、ガム、ツバだらけでしょ。で挨拶おはよう言っても反応ないし、有名な話だけども、生徒におはようって言ったら生徒が棒の顔見て死ねえ言ってツバ吐いたっていう話あるじゃないですか。おはよう、死ねえでしょ。おかしいですね。だから何が言いたいか言ったら、人を育てる組織っていう、家庭とか学校とかチームとか会社っていうのを長年もう見てきたけども、でいい組織と問題のある組織、結果を出せる、学校、会社、チームと結果の出ないというところを、それを、仕分けをしていってみると、練習の方法も大事だけども、一番大きいのは成長の3原則、時間厳守、時を守る、スタミナがない、場を清める、礼を正す、挨拶返事ありがとう、これが徹底されてなかったらあかんっていうことなんです。ですので、教育大学というところの大学で、現場の子どもたちを育てる教育の方法論、ご存知のように私は体育の教師を目指しましたので、跳び箱をどうやって飛ばそう、逆上がりみんなにできるようにしよう、ね、水泳上手にしようっていう、その方法論をしっかり学び、心理学の勉強とかをして現場に出たんですけども、皆さん、その方法を落とし込む以前の、状況だったということですね。時間が守れない、ゴミがあっても平気、言葉遣いも汚い、挨拶もせえへん、めちゃめちゃという、だそういうことになっている状況で方法論で教育するのができないので、成長の3原則、時を守る、場を清める、礼を正すに気づき、それを大学で学ばなかったことですけども、現場で実践したらどうなったか、スーッと組織が良くなっていったということなんです。これが原田メソッドと呼ばれる教育の原点になりまして、それを私は日本国内だけじゃなしにね、世界中にも広めているということでした。皆さんも肌で感じる原則だと思います。
分割してバラバラで高めながら3つ一緒に成長の原則ということで連発連結プレートとして実践でお使いになってください。結果の出るプレートです。共に試していきましょう。1日体温上げてね、3つのプレートで相当気づきがあって結果にもつながったんじゃないでしょうか。そういう時は逆にしっかり休憩していただいていい夢見てくださいね。そしてイメージトレーニング、明日を人生最高の1日と描いていただいて安眠してください。そしてまた明日の朝腸管原田でお会いしましょう。ありがとうございました。拍手お願いします。よー、おやすみなさい。ありがとうございました。